私も雨がちょっと心配しましたけれども全く影響なし、皆さんの願いが届いて素晴らしい天気に恵まれました。今日から3日間、腹の底から皆さん楽しんでいただきたいなというふうに思います。桃太郎、あなたは浜脇薬師祭り風流見立て細工において優秀な成績を収められましたので、ここに記念品を贈り、お礼を称します。令和元年8月30日、緑師匠長野康弘、おめでとうございます。見立て細工というのは名誉を打ったものが全国で11箇所です。でその11箇所のうちですね、大分県であった4箇所ございます。津町と秋町と大分市の長浜神社、それと浜脇、この11のうちの4つがですね、大分県でございます。